はい、数えていこう。しっかり足上げて、溜めて、グイーンっていく。蹴り出すようにする。はい、覗いてない。体がちっちゃい。ガバだよ。ガバ忘れちゃダメだよ。あんなにやったろう、ガバ。回ってないでしょ、足が。直して。そう。二の足しっかりついてね。そう。ついてないよ、二の足が。小指。しっかりついて、二の足と一の足が交代するわけだから。つま先しっかりついてないと話になるんだけど、覗いてない。胸がつくように。なんで回らねえんだよ足が。つけよちゃんとつま先で。そう。バレ出してスポーッと入ればいいんだよ。そう。スポーッと入る。よ、まあ、ケツを出すからダメなんだよ。足のためがない。後ろにギューンって引いた時のお尻のとこに力を入れてグインっていく。そのトトンってついた力で持ち上げるんだよ、ガバを。下になってる。覗き込む。もっと覗き込む。覗き込んでねえよ、だいたい足が回ってねえし腰も回ってねえよ。だいたい相手につくっついてねえじゃん。分かるよ。ここに来るから胸つけるんだよ。そう、それで足入れればいいだけだろ。もう少し覗き込め。小指上向けんだよ。こう引こうとするからダメなんだ。明かり、万歳さすの、万歳さすの。ケツだけいくな。相手を持ってくるわ。もう持ってくる。やめるよ喧嘩するの。お前がお腹出して受けねえから。受け方やったじゃん。あかりも同じことやって痛いって言ってねえだろ。お前がただ立ってるだけだから。足開け、危ないから。おへそを当てるんだろお前。もも出すから痛いんだよ。足は上がってない。トトン。当たるから。そう。あと3回。トトン。手、のぞけ。のぞけ。そう。だって、柔道着はプカプカしてるからね。ギュッて絞った時に。相手の手を持ってくるようにするんだ。柔道着はグラグラしないように。そう。それもう一回やって。それもう一回。32。なんでもう一回できなくなっちゃったんだよ。ギュッて絞るんだよ。違うよ。明かりのせいなんだよ。ギュッてちゃんとここを手首を絞って、ここがプカプカしない状態作ってやるから相手に持ち上がるんだよ。小指と親指で使うんだろ。下。32。で万年もっとお尻当てんだよ。33。お尻当てんの。33。そう、ラストにしてくれよ。35。